こんにちは、工場長です。今回はレジンでキーホルダー作りやっていきたいと思います。わーい。で、今回キーホルダーを作るのにこちらを使っていきたいと思います。ででんもじゃもじゃドリームのシール付きのお菓子、パッケージがもう超可愛くないですか？シール付きのお菓子ってウェハースが多いと思うんですけども、今回なんとグミ、しかも嬉しいことに今回シール外側についています。いつもウェハース、特に鬼滅の刃で開けてたんだけど、中に入ってるタイプはウェハース食べるの大変なんですよ。で、私いつも冷凍してちょっとずつ食べていってたんですけど、今回はしっかり自分のペースで食べられるという嬉しい作りになってます。今回はこちらで出てきたシールを使ったキーホルダー作りをやっていきたいと思います。よかったら見ていってください。それではまずはこちら開けていきましょう。今回こちら10袋用意してあります。で、こんな感じでパッケージが2種類ありまして、片方がリースポロを持ってる時ので、もう片方がパティシエポロの時のやつ。そして冒頭でも言った通り、シールは裏側についています。めっちゃ嬉しいですよね、この作り。で、結構私が買うのほんとウェハースが多かったので、今回グミですごく新鮮。ちなみにラインナップはこんな感じです。全部でシールは21種類、そのうちレアが6種類入っているみたいです。誰が出てくるかな、とっても楽しみです。ちなみにグミの方がこんな感じです。トゥトゥトゥーン、魔法玉をイメージしたような形の可愛いグミになっています。でね、味の名前が可愛くて、ピリカピリララグレープ味とプリティウォッチピーチ味だそうです。それではどんどん開けていきたいと思います。本当に外袋についててくれてるってすっごく嬉しいですよね。ではまず1枚目、じゃじゃじゃーん、かわいい、かわいい、はずきちゃんめっちゃかわいいね。続いて2つ目です。この絵の雰囲気私好き、このなんか柔らかいさ、優しい感じの、あーいい子ちゃん、かわいい。え、ここ続いてきちゃった、すごいいいですね。みんなそれぞれ違うことしてて、とってもかわいい。愛子ちゃんは卵を持ってて、葉月ちゃんはホイップ持ってる。他のみんな何してるんだろう。え、でもちょっとなんかさ、かわいすぎて使うのもったいないな、キーホルダーにするって言ってしまっているんですけど、あー、みんなそれ、え、これレアじゃない？ナンバー16って書いてる、16番レアです。おじゃまじゃドレミシャープの時の全員集合シールとなっております。てってれー、おー、ドレミちゃん来たー。リースポロンを持ってるドレミ5つ目でーす。じゃじゃーん、花ちゃんが出てきたー。ていうかもう全部可愛いからさ、当たりしか出てこないですね。6つ目でーす。ソロの音符ちゃんとももこちゃんは欲しいなーっていう感じだけども、じゃん、花ちゃんだ。いや、めっちゃ可愛い。7つ目でーす。ここまで来たら音符ちゃんとももこちゃんのソロのやつが欲しいんですけども、じゃん、あ、ドレミちゃんだ。ドレミちゃんとこれは未来さんかな、未来さんだ。しかもこれレアです。あ、そういうことか、レアはこの縁があるみたい、キラキラの縁取りがあるのがレアのマークみたいです。次8個目、こっちから破れちゃった、いいよ。あー、いこちゃんだー、あいこちゃんのリースポロ持ってるバージョン。続いて8個目、おんぶちゃんかももこちゃん、どっちか、あー、ポップ、ポップもいたんだね、これは嬉しいぞ。あとこれで音符ちゃんかももこちゃん、どっちかでいいから、でどっちかでいいから出てほしいな。それではラスト10枚目です。じゃ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 ーん、ももこちゃんだー。お菓子作りしているももこちゃんバージョンです。嬉しいことにかぶりなし、そして全部かわいい。それでは今回出てきたこちらを使ってキーホルダー作りやっていきたいと思います。キーホルダーを作るモールド、こちらのセリアで買った四角い形のシェイカーモールドを使っていきたいと思います。まさか100円でシェイカーモールドが売られる時代になるとは。この四角の形、シールと同じかなーと思って買ったんですけど、シールの方が若干大きいので、バランスを見ながら切って使っていこうかなと思います。今回はどんなデザインにしようかなーって考えたんですけど、パティシエ系のシールが結構出てたので、それに合わせてちょっとスイーツな感じにしていこうかなと思うので、チョコスプレー系のパーツ、周りに敷き詰めていきたいと思います。パラパラー、パラパラー、パラパラー。
結構これは可愛くなりそうな予感です。これでレジン液を縁の方に流して硬化していきたいと思います。硬化します。硬化できたらまた透明のレジン液を次は型いっぱいに流し込んでいきます。再び硬化です。硬化できたら型から外していきます。どんな風になってるかな。あ、可愛いんじゃない？ねえ、こんな感じ。なんかここがさ、汚れてるのは気泡かな。気になるな。もう一回同じものを作って硬化してみました。次はいい感じ。お台が完成したら次はこっち側に使う蓋部分を作っていきたいと思います。で、今回家にあった手張りラミネートフィルムの粘着面じゃないこっち側を使っていこうと思います。さっき失敗した方の枠で形取っていきたいと思います。マジックとかでこの外枠ふいーっと取って、これで線の内側ハサミで切っていこうと思います。こんな感じにフィルムの方が切り終わりました。で、さらにこのフィルムよりも気持ち小さめにこちら今回入れたいシールも切ってあります。で、早速フィルムくっつけていくんですけど、中にまずは好きなもの、言ってもすっごいこれ浅いのであんまり分厚いものは入れらんないんですけど、今回ホログラムとか入れていこうかなと思います。適当にパラパラーっと、そしてちっちゃいつぶつぶ何個か入れてって、どうなるかな。中身入れ終わったらこの縁のところレジン液を塗って、さっき切ったラミネートフィルムのやつをくっつけていきます。レジン液をのっけたらこのフィルムのっけていきます。ほいっと、フィルムの方が固定できたら、さらにレジン液をドゥーンと置いて、全面にまず薄く伸ばしていきます。ぬーんと、ぬーんと、ぬーんと。そしたら今回乗せるこちらのシール。これを柄があっち側を向くように、こんな感じで乗せていきます。てかこれ水に染みないシールなので、フィルムにそのまま貼っちゃって、あっち側に入れちゃってもよかったかも。一旦これでもう一回硬化します。硬化できたらこの銀色のシールの裏側が気になるので、色付きのレジン液流して少しでも目立たないようにしていきたいと思います。裏面こんな感じにしていきました。寂しかったのでちょっとラメ足してみたんですけど、逆になんか汚くなっちゃったかもみたいな感じなんですけど、まあいいでしょう。ということで次もうゴールは目の前まで来ています。今回のシリコンモールド、ちゃんと上部分穴が開いているので液体の方を簡単に流せるようになっています。ベビーオイルだったり精製水だったりお水だったり、お好みの柔らかさの液体をドゥーンと入れていきます。ドゥーンと、結構ギリギリまで入れていこうかな。うんと、よっ、液体入れたところにレジン液を置いて素早く硬化していきます。こんな感じで完成しました。続いてドレミちゃんモチーフも作っていきたいと思います。最初にレジン液ちょこっと流しといて、そして周りにピンク系のパーツばらまいていきたいと思います。そしてこのクマ型のパーツ、ドレミちゃんのお団子ヘアみたいなので、これも適当に入れていきたいと思います。硬化できたので型から外していきます。これは可愛いんじゃないかなってすっごく思っているんですけども、じゃじゃん、あーいいんじゃない、めっちゃ可愛いんじゃない。中にまた好きなものを入れていきます。やっぱこのホログラムのキラキラ系は可愛いんで、これは絶対小粒のパールポロポロっと入れて、枠がピンク系なのでイチゴ、これで閉じていきたいと思います。で、今回はシールを先にフィルムに貼った状態でこんな感じでやっていこうと思います。フレームの枠部分にレジン液を塗って、縁全体に塗ったらこの透明のフィルムを合わせてこうトンと、で位置を調整したらライトで硬化します。
これで中にお水入れていきます。しょーっと、よっ、あー、かわいい。ちょっとここからスピード勝負なので、まずシュッと美人液を閉じたらすぐに硬化します。これでドレミちゃんモチーフ完成です。はなちゃん抱えてるバージョンの方のシールにしました。超可愛くて、こうやって振ったらちゃんと中のイチゴたちが揺れるようになっています。そしてこれは裏側、シンプルにこんな感じ。さっきの愛子ちゃんさ、ラメラメしたらちょっとなんか逆に汚くなっちゃったかなと思って、こっちのシンプルなやつがやっぱ綺麗かな。いや、めちゃくちゃ可愛い。すっごい可愛くできてるんじゃないかと思います。3つ目、はずきちゃんを作っていきたいと思います。オレンジ系のパーツですね。これを端の方に、ちょっと待って、こう豪快すぎましたね。こんな感じで硬化してみました。これを外していくと、作ってる最中はちょっとぐちゃっとなっちゃって、ちょっと不安になっちゃったんですけど、いいんじゃない、可愛いと思う。でも表面はこうなるのかな。こっち側が表に行きます。完成予想図的にはこうなる予定です。で、何回か型使っているとだんだんぼやけてくるので、一旦こっちの中の方しっかりクリアになるように透明のレジン液薄く伸ばしていきたいと思います。これで硬化してから中に入れたいものを入れていきます。透明感ガリガリに、透明感ゴリゴリにアップしました。こんな感じになる予定です。めっちゃ可愛くない？もう何も入れなくても可愛いですよね。これ定番のホログラムは絶対入れたい。さっきドレミちゃんの方にはイチゴを入れたので、ハズキちゃんにはオレンジを入れたいと思います。蓋します。この辺でフィット。それではお水を入れていきます。この瞬間が楽しいですよね。いきます。よっしょー、よっと、これくらいかな。ももこちゃん、かわいい。もうちょっと入れる？限界か。ここだ。めっちゃかわいいね。ポットも作ってみました。こちらもお水を注入します。もうちょいかな。シューッと、ギリギリ、シューッ、かわいいかもしれない。これも、これもかわいくない？こんな感じで今回5種類作っていってみました。最後これにキーホルダー金具つけて完成にしていきたいと思います。今回金具、カニ関係のやつつけていこうかなと思います。で、金具だけつなげてもちょっと寂しいと思うので、これプラス間にこういう輪っこ系のを挟んで、愛子ちゃんカラーの熊組系なのもつなげたりして、なんかいろいろつけていきたいと思います。熊組ビーズつなぐまでの間にちょっとビーズを挟んで、この青ビーズとか結構綺麗じゃないでしょうか。そしてなんかお花もつけたら可愛いかなって思うので、ちょっと花ビーズをプラスして、ここも青を足していこうと思います。なんかでもこれも入れたいな。透明のお花みたいなのを、これ真ん中でしょうか。こんな感じで、まあ、ざっとイメージなんですけど、これでつないでみたいと思います。これで愛子ちゃんモチーフ完成でーす。可愛くできたんじゃないでしょうか。こんな感じ。まずこれがレジンで作った愛子ちゃんで、その横に愛子ちゃんのイメージカラーのブルー系のお花、これで輪っこを作ったやつを足して、さらに愛子ちゃんのイメージカラーの色をしたグミベア、すごいいい感じの感じの感じじゃないでしょうか。これだけだとちょっと寂しいので、これぐらいごちゃごちゃしてる方がなんか私は好きです。他のキャラクターも完成しました。愛子ちゃんと同じように他のキャラクターもそれぞれの色のやつをイメージしたやつをつけていってみました。
ということで今日はおじゃ魔女ドレミのグミに入っていたシールを使ってレジンでシャカシャカキーホルダー作りやっていってみました。いかがでしたでしょうか。個人的にはもう超絶可愛くできたんじゃないかなと思っております。並ぶとさらに可愛いですよね。色もカラフルになって、このままちょっとお部屋のどこかに飾っておきたいなと思います。そして今回使ったセリアの型、あのシャカシャカモールドの四角い型、あれも非常に良かったですね。シャカシャカモールドがさ100円っていうのがやっぱり私はすごいなと思ってて、よかったら皆さんもぜひお気に入りのシールで自分の好きなシャカシャカキーホルダー作りやってみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。